こんにちは、ビーレジェンドの辻元です。今日は体格別減量方法という内容についてお話しさせていただきます。今日はですね、体格別の減量方法っていうお話になるんですけれども、具体的に言うとですね、減量時の、目標設定と、減量期間の設定の考え方についてのお話になります。今回ですね、私自身が7月の頭に、減量したんですけれども、約2ヶ月でマイナス5キロの、減量を行いました。この、5キロっていう設定と2ヶ月っていう設定を、どのように考えたかっていうところを私を例にしてお話しさせていただければと思います。減量やダイエットにおいては、まずスタートの体重体型っていうところがあって、目指すべきこう体型、そこに向かって体重体脂肪を落としていくんですけれども、この中でですね、3つのステップで考えていただくと、減量期間と落とすべき体脂肪っていうのがですね、ある程度イメージしやすいかと思うので、今日はその3つをご紹介したいんですけれども、まずですね、1つ目が実際にどれぐらいの見た目のイメージになりたいか。体脂肪率っていうのは家庭のですね、体組成計などでも測れるんですけれども、結構その日によって、またタイミングによって誤差はあるんで、一つの目安にしていただければと思います。今よくこう画像でですね、体脂肪率の体型のイメージのようなものが出ますので、そういったところを参考にしていただくと、今の現状の見た目の体脂肪率から、これぐらいの体型体脂肪率になるっていうところがイメージしやすいと思うので、そちらも参考にしながらですね、見ていただければと思います。私においてはですね、イメージはやっぱり腹筋がもうくっきり見える、ある程度ですね、血管も見えてくるぐらいの体脂肪率なので、やっぱり 8% よりも少なめぐらいな最終的なゴールっていうのをイメージしました。2つ目、じゃあ実際にそこに行くまでにどれぐらいの脂肪量を落とさないといけないか。現在の体型体脂肪率から実際ついている脂肪量をですね、把握する必要があります。減量前の体型のイメージですと、私の場合は71キロで体脂肪率がおよそ 12% ぐらいの体型、これは体重計でもある程度それぐらいに出たっていうのと、この見た目のイメージで言っても、ちょっと腹筋が割れて見えてるっていうぐらいが、普段のおおよその体脂肪率なので、そういった形、71キロで 12% の体脂肪率だとすると、おおよそ体脂肪がですね 8.5 キロあるというふうに、一応割り出されるという形です。仮にですけど、この 8% の目指すべき、体脂肪にするとすると、3キロの脂肪を落として、8.5 キロから3キロ、脂肪が少なくなってですね、5.5 キロ。で、71キロから3キロ、また体重が減るって形なんで、68キロで脂肪が3キロ減って68キロになった場合、これ割り出すと、体脂肪率が 8% っていう形に、なるので、最低でも脂肪を3キロ、丸々落ちて68キロになったら、体脂肪率が 8% ぐらいの体になるっていうのが、見えてきます。あくまでもこれはイメージなんですけれども、減らしていく過程において、脂肪が丸々、3キロなくなるっていうことは、現実的には少なくてですね、減量時っていうのはカロリー数も少なく設定しているので、体の水分とか、その他のものっていうのも少なくなってしまいますので、イメージ的には3キロ以上で、仮にまたそこでですね、5キロ脂肪が落ちて体重が66キロになった場合、体脂肪率がだいたい 6% ぐらい
のイメージになります。目標の体重のイメージでいくと66キロからまあ68キロぐらいで、体脂肪率がまあ 6% から 8% ぐらいのまあ体型、これがまあ私が今回目指したマイナス数値っていう形になるんですけれども、じゃあ実際にこれをどれぐらいの期間をかけて落としていくかっていうのがこの3つ目のお話になるんですけれども、だいたい一般的にですね、1ヶ月に落とす体重体脂肪の目安、体重の 5% までと言われてます。私自身が71キロなので 5% だとまあだいたい 3.5、6キロぐらいになってくるんですけど、1ヶ月で落とせる脂肪量体重っていうのはだいたい1ヶ月で 3.5 と、落とさないといけない脂肪量がだいたいまあ最低でも3キロから5キロぐらいをイメージするので、まあ、減量期間としてはやっぱり1ヶ月でね丸々3キロ減るっていうことは、まあ、なかなか今までの減量でも、ないので、まあ、短くても2ヶ月の設定で、2ヶ月で、まあ、5キロ落とすという設定のもと、減量のスタートを大会の当日から、まあ、2ヶ月ぐらいに設定して、5キロ落とすという目標で、体脂肪率は 8% 以下くらいの見た目になる体型という形で、減量プランを考えました。でこれに関してはですね、本当に人それぞれで、途中で思ったより、まあ、体重体脂肪が落ちなかったりとかですね、いろんな、まあ、要因があるかと思うんですけれども、まあ、今回は私が実際に、まあ、減量するときにどういう目標設定で体重の設定や減量期間で考えてるかっていう一つの例として、まあ、お話しさせていただきました。これから、まあ、減量される方、まあ、ダイエットされる方も、なりたいこう体型のイメージを持っていただきながら、まあ、今現在の体重体脂肪率っていうのもイメージしていただいて、どれぐらいの減量期間が必要かっていうところを考えていただければと思います。じゃあ今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しております。またB レジェンドの公式サイトでは新商品やお得なセール情報も配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。